痩せたいのについつい食べ過ぎてしまう。頑張ってエクササイズしようと思っても辛すぎて長続きしない。そういった方におすすめなメニューを紹介していきます。全身の筋肉を適度に使うことが大切なんです。今回のルールを説明します。どのメニューも20秒間キープするだけです。難しくないので順番にやっていきましょう。できないメニューもあるかもしれません。ですがそのメニューは見ててもいいです。次のメニューからまた再開してください。それではやっていきましょう。まずはうつ伏せになります。手を前に伸ばします。手足肩幅に広げます。右手と左足を持ち上げて体の背面を使っていきます。スタート。手も足も遠くに伸ばす感じです。これでキープ。真上に上げるよりもね、前と後ろに伸ばすイメージです。これで筋肉がねしっかり使われてます。はい、反対いきます。スタート。左右でね、なんか違和感あるよって方は体の揺らぎがあるかもしれません。左右同じ運動をすることによって歪みが取れていきます。よーし、 OK。 今度は体を持ち上げて20秒キープ。スタート。全身まんべんなくね使っていきますので、辛いメニューは10秒経っておいてもいいです。できるだけね最後のメニューまでやってください。少しです。はい、 OK。 で今度は上向きで寝ます。手足伸ばして左右対称的にね、手と足を伸ばしてキープです。スタート。さっきのねうつ伏せの逆です。あんまり上げすぎずにね斜めぐらいでキープです。これでも十分ね筋肉がね使われてます。はい、 OK。 反対も一緒です。スタート。全身の筋肉を使うことで脂肪と筋肉のね送られてくるメッセージのバランスがね良くなって痩せる思考にねなっていきます。OK。 今度足をね肩幅にしてお尻を持ち上げてキープです。スタート。腰をね少し丸めたイメージ、全部ね見ながら真似してください。お腹しっかり引っ込めてください。はい、 OK。お尻を上げたままで今度は上体もねちょっと起こします。これでキープ。スタート。今度はねさっきよりちょっと腹筋をね使う感じです。しっかりねお尻落ちないように浮かしたままで背中を起こします。はい、 OK。 足を上げたままつま先もしっかり上向けてキープ。伸ばして、スタート。これだけでもね、実は腹筋とか、あとはね、股関節のストレッチ、ふくらはぎ、もも裏、お尻のストレッチがね、できてます。はい、OK。 はい、今度はね、足斜めでキープ。いきましょう。スタート。ちょっと伸ばしたらね、辛いよって人、ちょっとだけ曲げてもいいです。90度はダメです。ちょっと90度でも前に出して足斜めでキープ。しっかり腹筋力入れて、できる人はね足伸ばして。 OK。 今度横向きで寝ます。足まっすぐ揃えて肘ついて、ここからこういう感じです。胸を張っていきましょう。スタート。これでね腰とか脇腹がね使えてます。しっかり体がねふにゃってならないように、ここからここまではまっすぐです。体の横もねしっかり使っていきましょう。はい、 OK。 反対も一緒です。胸を張ってまっすぐ。スタート。ちょっとねこの下の脇腹をね浮かせるイメージです。お尻をしっかり締めて、
これでも腹筋結構ね使ってるんです。 OK、 あと2種目頑張っていきましょう。次は立ちます。つま先少し外向けて中腰でキープ、いきましょう。スタート。これがねしっかり下半身の強化になります。20秒だけです。動くよりもね止まった方がずっと力が入ってます。頑張って。結構これはね辛いかもしれませんが、あと少しで終わります。頑張ろう。よし、 OK。 ラスト、今度は足肩幅です。このまま膝曲げてキープ、いきましょう。スタート。これラスト頑張って。ちょっとねお尻をね後ろにねクッとね出してください。クッと、いやーきちい。何回もスクワットしなくていいのでこれ20秒だけ、あとちょっと。 OK。 お疲れ様でした。どれも20秒キープするだけのメニューでした。今回もご視聴ありがとうございました。 Thank you.